こんにちは、初音ミクです。テレビ東京のナルト、パッドに。このビデオでは悪役を見つけてみましょう。オロチマル、カクズ、ガーラ、カブト。オロチマル派シリーズで最も強力な忍者の一つです。彼はまたシリーズ全体で最も長く続いている悪役でもあるので、最後まで彼のことをかなり知ることができます。カクズは暁組織の恐ろしく強力なメンバーです。彼は体に4つの追加の心臓を移植することで5つの要素すべてにアクセスできます。誰かが彼の5つのハートすべてを破壊しない限り彼は死ぬことができず、パートナーの途端のように事実上不死になります。ガーラは砂3兄弟の末っ子。彼は世界を憎み、自分のことだけを考えて育ち、出会った人を殺すことで人生の意味を与えました。カブトは人生のほとんどを様々な個人、組織、国のために働くスパイとして過ごしました。彼はオロチマルの残骸を自分の体に注入し、見た目だけでなく実際に蛇のようになっただけでなく、チャクラの特徴も変えました。次のパートでは術について学びましょう。いいね、コメント、そして今すぐ購読してください。